国鉄 e d 六十二軽電気機関車。e d 六十二型は日本国有鉄道。国鉄が百七十四年、昭和四十九年から改造で製作した中型の直流電気機関車である。前社が e d 六十一軽電気機関車からの改造で製作された。e d 六十一型は新請以来中央本線で運用されていたが、駆動装置や 電力改正ブレーキの不具合など問題も多く、1964年、昭和39年に登場した大型機関車 EF64 型の増備が進むと出力が低いことなどでやや持て余す存在となった。この頃、飯田線北部では旧型の輸入電気機関車や全身の私鉄から引き継いだ電気機関車が貨物列車牽員に用いられていた。 大正末期から昭和初期に製造されたこれらの機関車は、車齢が半世紀近くなり、老朽化が進んでいたことから、代替機が求められた。これに ED61 型を当てることが考えられたが、ED61 型は軸重が大きく、そのままでは低規格な飯田線には入線できないため、軸重軽減を目的に、重林の増設改造等を行うことになった。 この結果登場することとなったのが本形式である ED61 型から回生ブレーキ等の機器類が外され床下にあった機器を移設空いた床下のスペースに TR109K1 軸中間台車を配置した5-1ボナゴ軸配置となったこれらの改造により 総重量は2.0トン増加して62.0トンとなったが、もともと15トンだった軸重は13トンに軽減された。中間台車の空気バネの設定により、軸重を14トンにすることも可能である。1974年に長野工場で1号機が落成し、試験を実施した。当初は急カーブにおけるレールへの大圧が問題となったが、改善を実施した後、 翌1975年から1976年にかけて8両が1977年から1979年にかけて残りの9両がいずれも長野工場で改造された。1979年に改造された18号機については種車となった ED6115 が装着していた DT900 系台車を 他社と同一の DT-106 型に交換する工事が追加で施行されている。11から18号機については、飯田線の南部地域の豊橋飯田間にて短期で運用することから、10連総括制御用の計57、A ジャンパ連結機先獣の撤去が施行されている。その後、他の車両についても同様の措置が実施された。改造時には、 スカート下のスノープラウの撤去も行われたが、今松島機関区に配置替えされた車両は、再度スノープラウが設置された。あとに5.6号機は、1983年、昭和58年に、大宮工場にて全商灯を、シールドビーム2灯に変更された。さらに5号機のパンタグラフは、PS17 系、菱形から PS22 バイト型。 下枠交差式に交換された。1976年までに改造された1から9号機は稲松島機関区に、1979年までに改造された10から18号機は豊橋機関区に配置され、飯田線に全機18両が集結した。稲松島機関区に配置された車両は、それまで飯田線に残っていた。 中型輸入電気 ED18 型や ED19 型を一掃し、豊橋機関区に配置された車両は、飯田線南部での主力機だった大型の EF10 型を置き換えた。1979年に、愛知県で開催された第30回全国、植樹祭に際しては、お召し列車牽引に15号機が抜擢されている。1983年には、 飯田線南部の貨物運用が廃止されたため、全18両が浜松木関区へ転出、後に沼津機関区へ転出した5両は廃車となり、1984年には15機と17号機が ED60 系の置き換え用として、松本転所北松本市所へ転出したが、15機は大糸線の貨物列車廃止により廃車となった。 その後1号機を含む12両は、篠井駅管区に転出し、4両が廃車となった。1987年の国鉄分割民営化では、3から7、15から17号機の計8両が、日本貨物鉄道、JR 貨物に引き継がれ、そのうち17号機は JR 貨物職に塗り替えられた。ただし、更新工事は未、未施行。 その後、1996年2月19日に15号機が廃車され、9月30日には、本形式牽引の飯田線貨物列車、石油輸送列車が全廃されて全機が運用を離脱した。さらに、1997年3月22日には、飯田線の貨物列車自体の全廃により、全機が保留車となり、1998年に3から7号機が廃車され、 16.17号機は2002年に除籍されて前期廃車となった。検査の都合等で新鶴見信号場などの東京近郊に入線する機会も多かった。ED61 系時代の旧車両番号とは全く一致していない。2017年4月1日現在一両が生体保存されている。上記のほか ED6214 が 佐久間レールパークで展示されていたが、同パークの閉園に伴い、2010年7月に現地で解体された。同期は、1979年に飯田線で運転されたおし列車の呼び木で、浜松工場において車席を抹消された、校内入れ替え用機械として使用されていた。また、東日本旅客鉄道、JR 東日本長野総合車両センターで保存されていた。 トップナンバーの ED621 が2016年2月に EF6315 と共に解体処分された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。